おはようございます。やんちゃです。2023年3月30日木曜日の朝です。タイマー15分。15分のタイマーを作成しました。カウントダウンを開始します。はい、お願いします。プランク、ほい。さて、やりますか。まずスクワットスクワットやるのはいいんだけど、スクワットの全体像が入るようになんかいいアングルが発明できなかったから適当にした。8 9 10。さて、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10、よいしょ。2 3、はあ、結構きついけど、なんか負荷が分散されるっていうか、腕と足で8、何回か忘れた、9 10、はあ、交互にやるからなんとかなる感じがする。3 4 5 6 7 8 9 10 5。すれー。さてと、タイマー2分15秒。やばいな、息が切れちゃうんだよな。ところで、この今日のプランクって、だいたい、毎月、月初になったら、その負荷を一つ増やすっていう、決まりになってるんですけど、ちょっと数日前から、スクワットを追加しているから、それでいいですよね。それを持って、3月の負荷追加ってことでいいですよね。さすがにね、いいとしますいいとするしかない。はあ、ただ次増やすときはプランクを15秒伸ばすか、スクワット腕立てのセットを一つ増やす。セットを一つ増やすのやばいか。そしたらね、3ヶ月で5セットまで増えちゃうでしょ。さすがにないか。ちょっと考えます。やっぱ、息が切れると喋れないんですよね。ああ、腸管が落ちてこない。来た来た。国内景気拡大5割超。消費投資が回復、重荷はインフレ。まあでも景気が拡大するのとインフレはセットだからな、しょうがないんじゃないか。なんかね、メルカリに出してるものの売れ行きがあんまり良くなくて、まあじわじわ値下げもするんですけど、そこにもちょっとなんかね渋さを感じるんですよね。メルカリがダメなだけかな。うおーぐっはかかかしょ。はい、そしてなんかこのけん玉コーナーの入りでこうけん玉を振るわけですけど、しょよっと、ほい、やりますか。タイマー2分。よいしょ。カウントダウンを開始します。ちょっと落ち着いて2分間もしかめをやっていこうと
思います。はい、なんかこの新しい剣玉になって、なんかその玉のなんていうんですかね、抵抗前使ってたやつは玉がサラサラしていて、まあ触り心地はいいんですけど、こっちの新しい方はなんか玉全体がビニールみたいなので加工されてて、なんかさらにはまりやすい感じがしますね。多分いい加工なんでしょうね。ああダメだ、1分を残してダメでした。はい、はあ、なんかやっぱダメですね、あの内容のあることを話そうとすると集中が切れる。おしゃべりキューブと同じ問題があると思う、これ。はあ、手順が飛ぶけど、あの、キューブの方はね。ただ、キューブの方は、だいぶ慣れてきたし、おしゃべりキューブだからっていう理由で、なんか、手順を手戻りしたりとかもなくなってきたから、きっと、おしゃべりけん玉の方も、やってれば慣れてくるでしょう。さて、振り剣です。10回振り剣をして何回成功するか見守ってください。見守ってください。はい、よし、おっ、わー惜しかった。1分の0、ほっ、2分の1、よしよし、丁寧にやっていこう。ほっ、3分の1、よっ、4分の1。ちょっと落ち着こうか。はあ、なんかちょっと前使ってたやつと比べて紐の長さが変わってるから勝手が少し違うんですよね。よっと、5分の2。はい、お、地球回しも成功しました。5分の2ね。よっと、6分の3。はい、半分まで戻してきました。よっと、あ、今ここがふおふおってなってたよね。でも7分の3です。よっと、8分の4。よっと、9分の5。危ねえ。なんかやっぱここは渋いよな、少し。はい、9分の5ね。よっと、はい、10分の6。いや、いいんじゃないですか。6割はね、いい方だと思う。さて、世界一周。ふぅ、世界一周一発で成功させたいけどね。よいしょ。ほ、あー、これはダメなパターン。は、こっから、穴のね、方向が悪いんですよ。ほ、ダメか。よいしょ。よいしょ。ほ、よっこらせ。あ、今は穴の方向は良かったけど、剣の位置が悪かったな。よいしょ。ほっ。よいしょ。ああ、ああ。日々ね、練習はしてるんですけど、よいしょ。おお、いやいや。むずい。もうちょっと、足腰だよな、やっぱ。お、これは、ダメだったわ。よいしょ。は、よいしょ。あー、もう穴が真上向いちゃってるからな。ほ、それでもなんかリカバリーする方法が知りたいですよね。穴がどっちの方向にあっても、いい感じに回転させて、ほ、そう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 、はい。これ、この技を身につけたい。はい。剣玉をこうやって振るときに、なんか、剣玉をこうやって、しまっちゃってるから、数秒時間がかかるのが、課題ですね。剣玉のコーナーの収録が終わった後に、なんか、ちゃんと紐を伸ばしたまま、
置いとけという話なんですよね。はあ、けん玉コーナーのトラディションを入るときはまあ振るやつでいいんですけど、こう出るときポップ側ポップ側ポップ側の方のトラディションを変えようかなと思ってて、こうけん玉が終わったらはカシャっていってこうやってやったら、なんか何チェアリング側でもこうやってやって、なんかそれをいい感じにするとはーカシャっていってこう、わかります明日やってみるわそう覚えてたらはあ、そういうのいいかなと思って、はい、なんだっけ、ああ別にいいのか。なんか昨日ちらっとあの量子コンピューターの話をしてた気がするんですけど、私量子コンピューターについてもう本当に触りのふわっとしたところしか知らないから、まあ、ちょっとだけ今よりちょっとだけ分かるようになりたいなと思って、あのチャット GPT と一緒に勉強してたんですけど、とりあえず今わしが分かってることなんかね、利用例で調べるとなんか3つぐらい出てきて、ショアのアルゴリズムっていうやつがなんか大きな数の素因数分解を超高速でやってくれるやつで、これがなんかできちゃうとその RSA 暗号と呼ばれる、まあ、結構いろんなところで使われている暗号、つまり既存のコンピューターだと解くのにもうめちゃくちゃ時間がかかることが分かっているから、まあ、それをもってセキュリティとしましょうみたいにしてた部分が破られちゃうっていう問題があるっていうやつ素数をっていうか素因数分解を成功させるまでの時間で、その破ろうとしてる対象についてその破られても大丈夫な状態にする、なんて言ってるか分かりますその5年かかって破ったとしても、5年だとちょっと現実的すぎるけど、なんか500年とかかかって解けてもしょうがないよねっていう風にしておくっていうやつ、はい、がなんか5秒で解けますみたいになっちゃうっていう、はい、が危ないっていうのとあとなんだっけ、最適化問題とか DB のデータベースの検索とかに使うグローバーのアルゴリズムっていうのがあるらしいんですけど、何ですかね、単なる二分探索とかじゃなくてもっと効率のいい探索ができんのよくわかんないんだけど、そういうのがあるらしいっていうことしかまだわかってない、はい、何らかの最適化問題ですかね、なんとか巡回問題的なやつですかね、あのどのルートで行くと一番効率がいいかとか、そういうやつを解くのが早かったりとか、そもそも既存のコンピューターだと、まあ、現実的な時間内に解けないものがスッと解けるかもねっていうやつとか、あとなんだっけ、量子科学シミュレーション、量子科学なんですかね、分子とかですかね、分子とかのシミュレーションをしてこういう分子あったらどうなると思うみたいなどうなると思うわかりませんけど、まあ、新しい半導体とか、半導体って言っていいのかな、まあいいのかもしれないですけど、新しい半導体とか、あと何、熱に強くてこう壊れにくい繊維とかわかんないけど、まあ、そういうのがなんか今までにない自然界に存在する物質だとできなかったことができるかもねっていう、まあ、そういうのが極まってくると、なんか例えば宇宙に行くハードルが下がったりとかもするかもしれないし、まあいいですよねと。あと薬品とかの開発、量子科学シミュレーションがスッとできるとこういう分子の物質ってどうしたら安定するのとか、そういうのが
実際に実験しなくてもできるってこと、うん、そういう用途があるみたいですっていうことは分かった。これを見てもやっぱり昨日言ってた H265のファイルを入力してなんか VP9 YouTube の配信エンコーディングにエンコードするのが早くなるとはまあ思えないですよね。まあそれはいいとして、それはそれとして、じゃあその量子コンピューターっていうのはなんで早いのかとか、どういう風にコンピューターとして振る舞うのかっていうのを軽く調べたんですけど、なんか量子重ね合わせっていうものを、まず特性1、量子重ね合わせ。キュービットっていうのがあれですね、昨日言ってた量子ですけど、キュービットっていうのがあって、その普通のビット、普通のコンピューターの持ってるビットは0と1しかないわけですけど、キュービットは0と1を同時に持てる不定の状態ってことなんですかね、よくわかんない、なんかなんだっけ、なんか量子将棋みたいなやつありませんでした。この全ての駒が最初全ての種類の駒を重ね合わせた状態になっていて、で動かして初めて確定するっていう、その例えば前に一歩進むっていう動きをしたとすると、前に一歩進めるのは歩か飛車か香車か金銀王かのどれかしかないです、王っていうか玉のどれかしかないわけじゃないですか、角と桂馬の可能性がなくなるから、前に一歩動かした時点で角でも桂馬でもないことは確定するみたいな。そうやって動かすことで駒子を確定していって、最終的になんか、あ、この駒は最初ここにいたんだみたいなことが分かるというような将棋が確かあった気がするんですけど、そういうこと。いや、よくわかんない。つまり不定な状態、なんていうか可能性として重なり合っているっていうことが表現できるってことなんですかね、ビットそのもので。多分そういう理解で今のところいますね、はい。だとして、次が量子もつれ、キュービット同士の相関。これはさっきのなんか量子将棋の例で言うと多分ですけど、なんか例えばそうだな、どっかの駒が、まあ、後ろに一歩動いたとすると、後ろに一歩動けるのは玉か飛車か金しかないはずなんですよね、多分ね、かな、多分そう、その3つしかないわけだけど、そのだとすると飛車は1枚、玉は1枚、金は2枚しかないから、下に動く後ろに一歩動くっていう動きを4枚が行った場合、残りの駒は全て玉でも飛車でも金でもないことが確定するみたいな話なのかな。それの問題、なんか量子テレポートみたいな話ですかね。その片方の状態が確定するともう片方の状態も確定するみたいなやつが量子もつれってことでいいですか、わかんないけど、キュービット同士の相関ってそういうことですよね、多分ね。不定なもの同士なんだけど、それらが排他的なものだということが分かっている場合、片方が確定するともう片方が確定するみたいな関係のこと。わかんないけど、それのことを量子もつれって言っていいんですか。そこがね、横白石霊が元気ですね。で、次にあるのが量子ゲート。これはちょっとよく分かってないんですよね。多分これが一番量子コンピューターにおいて大事なんじゃないかなと思ってるんですけど、量子ゲートっていうものを使って
量子ビットをキュービットを操作することによって演算していくっていうことらしいんですけど、なんか既存のコンピューターに置き換えて考えると、なんだろう、論理演算回路みたいなやつあのアンドとかオアとか N アンドとかそういうやつの量子ビット版ってことかな。もうそんな気もするんですけどね。そういうやつで、まあ、量子を操作するっていう機能で、最後量子誤り訂正。なんか量子はなんか結構環境ノイズに敏感らしくて、ちょっとしたことでなんかビットが狂うらしい大丈夫かそんなんで狂うけど、なんかその量子誤り訂正が、まあ、しっかりしてると、まあ信頼性のある、全体としては信頼性のあるシステムにまとめ上げることができるから、まあ、量子コンピューターには結構欠かせない技術ですっていう。あれですかね、既存のコンピューターに置き換えると、なんかメモリーとかにもなんか誤り判定機能付きメモリーとかあるじゃないですか。あのよく宇宙船宇宙船っていう、宇宙から飛んでくるあれは何なんですかね、放射線じゃなくて何なんですかね、宇宙から飛んでくる線が線が、つまり宇宙船なんですけど、宇宙から飛んでくる線がそのメモリのビットに直撃して、そのビットを反転させてしまうことがあるみたいな。で、稀にしかない、ほとんどないんだけど、世界にめちゃくちゃたくさんのメモリがあって、それが同時に動いてれば、まあ何日かに1回ぐらいはあるよねみたいな。で、運が悪かったら当たるよねっていうような感じの話だったと思うんですけど、そういうのもなんかその何ですか、冗長、ビットに冗長性を持たせる、だから8ビットで表現できるものがあったとして、なんかハードウェア的に8ビットだけ持ってるんだと1個壊れたら終わりだけど、2ビットぐらい余計にビットを持っといて、そこになんかいわゆるなんて言うんですかね、あのあれチェックサム的なやつを持たせとけば、まあ1個壊れても、それで、あ、なんかここのビット壊れたっぽいっすっていうのを検知できたりとか、なんなら訂正できたりするっていう仕組みがハードウェア的に組み込まれているメモリーっていうのが、なんか信頼性を重視するシステムには組み込まれてたりするわけですけど、それがその量子コンピューターの場合、なんか別に宇宙船が飛んでくるとかっていうなんか稀な事件じゃなくて、普段から身の回りにビットを狂わせる何かが常にいるから、もう最初から誤り訂正込みで設計されてますっていうことなんじゃないか多分知らんけど、はい、っていうところまで調べましたと。で、まあここまでは多分なんかふんわりとは知ってた気がする、 なんとなく。だから今こうやって確かこういうことだよねっていうことが説明できるわけですけど、今回その量子コンピューターについて調べ始めた目的としては、ここのちょっと先まで行きたいあとちょっと先まで行きたいから、この量子重ね合わせとか量子もつれとか量子ゲートとか量子誤り訂正とかのこう各トピックについて今後少しずつだけ掘り下げていきたいなと思いました。はい、なんで今日のキュービット今日のキュービットコーナーみたいなやつやりたい、はい、書いとこう、今日のキュービット、はい。そしたらちょっとだけね、ちょっとだけ量子コンピューターの飲み会で量子コンピューターの話になった時にちょっとだけ早口になれるもちろんやんちゃクラブを見てる人も
はいはい、量子コンピューターね、やんちゃクラブで見たって言えるようになるじゃないですか。多分わしと同じ速度ぐらいで勉強すれば、全然無理なく勉強できると思うんで、はい、いいと思いますよ。さてと、次、もう15分経っちゃったな。実は今日ね、わしお休みなんですよ。先週の月曜日に休もうと思ってたけど、休めなかった分を今日に持ってきた。で、今日お休みだと何がいいかっていうと、子供たちが全員お休みなんですよね。もう春休みに入ってて。だから、なんか子供たちと、まあ、平日であるにもかかわらず、なんかできるということなんですよ。で、じゃあ今日何するかっていうことなんですけど、今日はちょっとでかい本屋まで行って、来年度使う教材を買ってこようかっていう。家で勉強するのに、今年度まではみんな Z 会っていうのをやってたんですけど、なんかね、まあ、Z 会悪くないんですけど、なんかマンネリ化してくる。なんか毎月届く教材をこう解いて、で月末になったら添削問題っていうのをやって、でそれを郵便で送ると、まあ、翌月その添削結果が返ってきて、でそれを復習して、でまたその新しい月の教材を解いてっていう、まあ、ルーチンになってるのはいいんですけど、なんか飽きたっていうんですよね。であと何が問題かっていうと、そのほぼ学校の進度と合ってるんですよね。だから学校でやってることを、まあ、タイミングにもよるんですけど、ちょっと先にやったりとか、ちょっと後にやったりとかっていう風になってて、なんかほぼ学校だよねこれみたいな感じで、で家に帰ってきてまで学校っぽくなるのやだよねっていう。そのまあそれはそうかもねって。だとすると、まあじゃあ根本的にやり方変えないとダメだよねってことで、 Z 会やめて、来年度からはもうほんと自分で年度の初めに計画を立てて、まあ、この部分をこういう風に学校でやってることじゃなく、なんか補強する形でやろうかみたいな感じになって。その難しいんですけどね。難しいんですけど、まあそれをやるならやりましょうかっていうことで、今日その教材を、まあ、みんなで買いに行こうっていう会になりましたと。はあ、まあでもその方がいいような気はしますね。Z 会もね、その習慣を作るきっかけにするのにはとても良かったですね。毎日夜その家で勉強するっていう習慣ができただけでもね、まあだいぶありがとうございましたっていう感じではあるんですけど、本当はね苦悶式の方が良かったんですけど、コロナでなんか教室に通いにくくなっちゃって、苦悶式はやっぱり教室に行ってなんぼっていうところあったからやめちゃったんですよね。まあこの3年いろいろありましたけど、なんか全然一般化できない気がする。なんかこの3年の歩みっていうの、この3年だったからこそやった感じのことだよねっていう。はあ、まあ実はその何十年振り返ってみても、その時々の世相っていうものがあって、その時々のことなんだろうなっていうのは思いましたけどね。大なり小なり。はあ、何言ってるか分かります？この何言ってるか分かりますっていうやつがなんかやばいらしくて、なんかわしは断っておくと、わしが何言ってるか分かりますって言ってるのは、自分で自分が言ってることが分かんないなって思い始めた時に言うんですよ。つまり自分でも何言ってるか分からないっていうメッセージを送っているつもりなんですけど、結構この言葉を額面通りに受け取る人がいて、なんかバカにしてるんですかみたいな。分からないわけないじゃないですかみたいな感じになる人がいるっていう。
ことが分かって、やべえなと思ってどうしたらいいかなっていう、うん、何言ってるか分かりますっていうフレーズ、危ないらしい、どうしたらいい。だから何言ってるか分かります、わしは分かりませんまでをワンセンテンスとしなきゃいけないここまでがワンセンテンスだよろしいかをしなきゃいけないいやそうなってくるとね、どんどん喋るときにね、あの長いフレーズを使わざるを得なくなるから辛いですよね。いやなかなかこうユニバーサルな語りっていうのは難しいですよね。はあ、でもそうなります何言ってるか分かりますって言った時にどうせ分かんないんだろうけどねっていう嫌味に聞こえますいや、わかる、どうせわかんないんだろうなとは思ってるんですよ。何しろわしにもわかんないから。つまり、今、わしが話してることって、なんか、誰にもわからないんじゃないかなって思いながら喋ってるんですよっていうやつなんだけどな。いや、困るのは、何言ってるかわかります、わしにもわかんないんですけどっていう話をしたときに、いや、何言ってるんですかわかりますよって言われたときに一番困るんですよね。わしが喋ってるのに、分かってないのわしだけかみたいなそんなことあるうーん、しょうがない。でもまあ分かるんだったらよかったですみたいな感じですかいやもう実際そうなんですよね。あ、分かるならそれに越したことないんでよかったですっていう。はあ、さて次の話をしますか。なんかまた長くなっちゃったけど、まあいっか。なんかね、あれなんですよね、長いとあの HDR 版が焼き上がる時間がすごい長くなっちゃうんじゃないかって思って気にしてたんですけど、どうやらなんか別に動画の長さに比例してないっていうことが分かったんで昨日のやつが夜7時とか8時で焼き上がってたから7、8時間で焼けてたわけですよね。で、一昨日とかその前は15時間ぐらいかかってたんで、まあ、大して動画の長さに違いがないのに倍ぐらい時間の差が出るってことはやっぱりエンコードするサーバーの空き具合なんでしょうっていう結論になった。だからもしかしたら早い時はすっともっと早く行くかもしれないし、遅い時は何日も待たされるかもしれないから、あんまり HDR が焼き上がるの待たなくていいっすよその（笑）って思いました。はい、まあもちろんね待ってもらってもいいんですけど、とりあえず SDR 版を見てもらって、 HDR 版が気になる人は2回見てくれなんか最近あのわしがずっと YouTube であの HDR 版焼けたかなって何度も見に行くせいで、あのここ数日のヤンチャクラブのエピソードが再生回数がぐんぐん伸びてて、なんかその多分100回ぐらい再生回数ある動画もあると思うんですけど、その 10% ぐらいはわしです。はい、すいません、なんか自作自演みたいになっちゃってなんか申し訳ないんですけど、はぁ、あ、疲れた、なんかなんでこんなに疲れてるんだ。次の話題ですが、まだあんのかなんかやんちゃクラブのロゴを作りたいなと思ってて、今わしがインターネットで使っているそのツイッターとかで使っているやんちゃのアイコンそのものがやんちゃクラブのアイコンにもなってるんですけど、まあそれはそれでいいんですけど、そのミスキー.やんちゃ.クラブがそのわしのアイコンだとまずいだろうなと思って違うアイコンにしてるんですよ。あの単に赤い背景に白文字でやって
ひらがなでやって書いてあるだけのアイコンなんですけど、まあ、なんでこれにしてるかっていうと、なんかミスキーとか、そのまあミスキーに限らないんですけど、アクティビティパブでそのサーバーの中のユーザーが発言したときに、別のサーバーから見たとき、そのどこのサーバーのどの人が喋ってますよっていう、特にミスキーなんですけど、ミスキーがリモートサーバーの人の発言を表示するときには、そのサーバーのアイコンも出てくるんですよね。なのでそのミスキー .yancha.club に参加してる人が発言して、別のサーバーからその発言を観測したときに、なんかやんちゃが喋ってるっぽくなっちゃう。そのミスキー .yancha.club のアイコンがやんちゃだとそれが多分問題だなと思って、あのひらがなのやに変えてるわけですけど、そういう意味でなんかやんちゃっていうアイコンとやんちゃクラブっていうアイコンは分けた方がいいなって思い始めたので、そのやんちゃクラブのチャンネル自体のアイコンも変えようと思ってますという感じですね。今どうしようかなと思ってて、せっかくそのミスキー .yancha.club の方のアイコンを、まあ、仮置きでも作ったんで、あれをベースにしてなんかやんちゃクラブっぽいテイストになんか書き換えて、それをアイコンとするみたいな感じにしようかなと思ってます。はい、なんかこうやって宣言しておくとやるかなと思ってそんな感じです。よし、そろそろ終わるか。はあ、じゃあバイバイピー。